すっきりしてんなこれ。からのちょっと手で失礼します。スパイシーながら少しこう甘みがあって最高だね。このね、夏やつ暑い夏にぴったりのクリア朝日に合うおつまみを今日はご紹介します。この最高のバーベキューチキンなんていかがでしょうか。この美味しいマリネ液最高です。今回使う、お肉ですね、こちらになります。手羽元、骨がついた部分、手羽元ですね。これね、一番何がいいかというと、これリーズナブル、お安いんですよ値段が。でこうたっぷり作ることができるっていうのでとてもいいです。ただね、火が入りづらい。この骨の分厚い骨の周りにしっかり肉があるので、これ唐揚げとかしても中が赤いっていう経験ないんですか皆さん。これそのまま今からマリネして焼いていくと表面だけ焦げて中に火が入らないということがあるので、ハサミでちょっと切り込みを入れます。これポイントです。大ポイント、一本こう切り込みを入れる、こういう感じで開く、一本骨に沿って切り込みを入れる。こうすると何がいいかというと、まず火の通りが早くなるというのと、今からマリネしていくんですが、それが絡みやすくなると、こういう感じで、分かりますかね。サクサクサクっとも、で切り込みを入れました。この手羽元ボウルに入れまして、ここにいろいろ調味料ございますけど、これまずポイントなんですけど、基本の調味料だけ先に混ぜます。そうすることによって味がしっかりキュッと決まるんですよね。まずお塩、塩分入れる、キャレー粉入れます。ただこれ気をつけていただきたいのが、あくまでも風味付けで、量を入れすぎるとちょっと本当に、あ、すいません、カレー味がちょっと強くなりすぎて、今日作るのはカレーとかニンニクのすりおろし、タンドリーチキンではないんですが、あくまでもバーベキューチキン、鶏の臭み消しとか風味付けで入れるだけです。でしっかり塩とキャレー粉、ガーリックを揉み込んでください。これをしてからいろんな調味料を絡めていくとしっかり味がまとまるんですよね。これだけ覚えておいてください。この下味非常に大事です。ウスターソース、ウスターベース、ウスターはスパイスと野菜の煮込んだ甘みがございますから、でケチャップでトマトの旨味、酸味とコク入れます。お酒もいる、臭み消し&お肉ジューシーになります。これできれば入れてください。玉ねぎのすりおろし、ちょっと面倒くさいんですけどね、非常に調味料がまとまりやすくなる。でお砂糖でちょっと酸味を抑えてコクをプラス、しっかり混ぜる。最後にちょっとね、お酢で引き締めてほしいんです。このちょっとのお酢って本当効きます。これはこうお魚の煮付けとかもそうですけど、こうマリネする時も最後のお酢がこうね、味を決めてくれるんですよね。で全体が馴染んだら、最後はオリーブオイルでコーティング、完璧です。これ今日ウスターソース使ってますけど、私いろんなソースで実際試しました。お好みソースとか
とんかつソースとか、これ意外にいけます。だからこうあのバーベキューソースってやっぱりこうジャンクなイメージ、むしろそうジャンクなこういう調味料入れていくと非常にマッチするんですよね。お好みのソースぜひ試してみてください。そしてこのままちょっと置いてなじませてもいいんですが、そのまますぐ焼いても美味しい。中火ぐらいに火をつけまして、いよいよ焼いていきます。焼き方もポイントがございます。鶏を並べていくんですが、切り込みを入れてないこの皮目の方、この皮目の方を下に並べていきます。でこれもここにあのマリネ液にオイルが入ってございますから、もうオイルも敷かずそのまま焼いていく。皮目を下に、ここ残りだれございます。こやつらがいい働きをするので、お肉の上にかけてこのタレごと焼いていくぜと。でポイント、すぐさま蓋をしてこのままマリネ液ごと蒸し焼きにしていく。ずっと最後までほぼ蒸し焼きでいきます。なぜこれがいいかというと、やっぱり骨付き肉なので切り込み入れてますけども火が通りづらい、しっかり中までジューシーに火を通すことができるというのと、あとねめちゃめちゃ跳ねます。これマリネ液がもう火山の噴火のように、だから蓋をしてそのまま仕上げると安全にジューシーにこんがり仕上がります。ちょっとオープンしてみますね。ああいい感じです、いい感じです。もうこれでねほとんど火は入ってる状態なんですよね。ここからどんどんこのままちょっとひっくり返したりしながらこの水分をほとんど飛ばして仕上げます。でここで一旦火を強めて、ここからはもう水分を飛ばして表面にこんがりとした焼き色をつけていく作業になります。ただこう気をつけてください、焦げに気をつけてくださいね。あと最初に蒸し焼きにしている段階で火が強すぎるとあの水分がなくなって焦げやすくなるので、この水分量だけチェックしててください。いい感じでございますよ、いい感じで少し焼き色がこういう感じね。もっとつけていきましょう。これで絡めながらこのソース、このね濃厚なソースがビールと合うわけですよ。こうやっとくともうすごくねソースが飛ぶので、蓋をしたままジューシーに仕上げます。火は強めで途中揺らしながら、あもうソースがだいぶ飛んできました。でこうちょっとね自分を蓋でプロテクトしながら、あいい感じですね。こうソースを絡めてこんがりと仕上げていきます。先に焼き色をつけて火を入れていくんじゃなくて、蒸し焼きで先に火を入れてからこんがり焼き色をつけていくと、ああ最高最高最高ね。このホースを全部取りに、香ばしい香りも焼き色も最高。このこんがり香ばしい、ランダムに、僕は好きだからたっぷり、オッケー。そして余計な添え物はいつも通りなし、ブラウンイズビューティフルでいきます。骨付きチキンのバーベキューソース、くー、スパイシー、あー泡もうまいね。でですね、現在こちらの泡だれコミュニティのメンバーを募集しております。登録すると僕のライブ料理動画が限定で見ることができます。ぜひ登録してくださいね。
最後までご視聴ありがとうございました。それでは。